アフリカシロナヨトウは、アフリカを中心に生息する、長名ヤガカノガの一種の、害虫。アフリカンアーミーワームやオカロンボウ、コモンドーデム、ナトグラスアーミーワームといった名でも知られている。非常に有害な害虫であり、短期間のうちに、大量の作物に食害を与える。その幼虫はほぼありと、あらゆる種類の草に加えて、トウモロコシや米、 小麦といった穀物の若いものや、砂糖キビ時にはココナッツまでも食す。アーミーワームの名は、その群れが草原を更新していく様をもとに名付けられたものである。アフリカシロナヨウは、雨っに、特に長い干ばつの後に大量に発生する傾向がある。東アフリカの長い寒気においては、密度も低く、こうしたオフシーズンに大発生が確認されることはない。 アフリカ白ヨトウの成虫の生息期間は10日ほどである。メスはその生涯に最大千ほどの卵を産卵する。増下食をした卵は葉の上に塊となって産卵される。卵が孵るまでは2から5日である。幼虫期は2から3週間である。成虫の側は長距離移動が可能で、時には誕生した土地から1 0 0トル以上も離れた。 場所まで移動することもある。実際に過去の大発生の事例では被害が数ヶ月のうちに広範囲に拡大した例が確認されている。この種はアラビア半島のイエメンや太平洋の島々、さらにはオーストラリアの一部でも確認されている。日本においても沖縄県などの離島で被害が確認されている。 道路をうごめくアフリカシロナ与党の軍1999年4月中旬にエチオピア南部で始まった大発生ではその月のうちに北部へと広がりさらに5月初頭には隣国ソマリアのジャババレーにまで被害が拡大した同時期にはケニアのリフトバレー州とウガンダの一部でも大発生が起きているエチオピア政府は35万ヘクタールの土地に 殺虫剤を投入しこれを駆除した一方、ケニア・ウガンダ両政府には十分な備えがなく、また無政府状態が続いていたソマリアでは有効な対策は取られなかった。2009年1月には、リベリアのボン軍にアフリカシロナヨ島の大群が侵入、植物が食い荒らされるとともに、小川が埋め尽くされるほどの大発生が報じられた。この群れは、その後隣国のギニアとシエラレオネにも拡散した。 1>, 1月28日、リベリア大統領はアフリカシロナ与党の大発生に対する非常事態を宣言した。2009年12月にはタンザニアの10地域で大発生が起きている。この中には同国の主要な穀物生産後地域のうち3地域も含まれており、残り2地域にも拡大の危険性があった。タンザニアでは2007年から農家に アフリカシロナ与党対策を進めさせており、また2009年後半の大発生が予測されていたことから農家に大量の殺虫剤を用意させていた。しかし、22日の発生報告後、アフリカシロナ与党は速やかにその勢力を拡大した。同月31日まで2400エーカーの穀物が被害を受けた。2015年1月にはジンバブエにおいて、 大発生が報告されている。同年11月には、隣国ボツワナにおいても、大発生が報告された。ありがとうございます。